皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いします。本日は PS4 ドラゴンズドグマオンラインやっていこうと思います。前回からの続きですね。そよ風のリングをメイリーフさんに届けようと思ったら、なんだこれ、オートランオプション開く。オートランは長距離移動を楽にするサポート機能です。遠い場所への冒険時はぜひ使ってみましょう。 L2 ボタンを押しながら L3 ボタン、はい。オートラン継続走行、再度押すと解除、はい。 L2 を押しながら L3、 うん。またパーティープレイ時には他のパーティーメンバーに追従するオートランの設定も可能です。追従したいメンバーに近づいて丸ボタンでメニューから追従オートランを選択。ポーンには追従オートランできません。あ、そういうことかなかなか考えたな。そりゃそうだよね。 L2 押しながら L3、 あ、ほんとだ、走った走った。あ、やりにくやりにく、あ、わかんない。あ、結構やりにくいっすね。メイリーフさんだね。行こっか。メイリーフさん。こっち？よろずや。まっすぐ下に降りてったところですかね。まあ、オートラン使うほどでもないんじゃないこれ。で、リング渡したら、あ、装備をちょっとね、確認したいですね。買えるもの。そういえば、うちの子、どこ行った？おお、この出会いに感謝します。うん、お兄ちゃんだけでも入れとかないとね。そしてそして、メイリーフさん、あ、可愛らしい。なんかエルフみたいだね、耳がね、尖っててね。ほう、メイリーフ。はい、私がメイリーフです。あなたはどなたですか？あ、もしかしてそよ風のリングを持ってきてくれたんですか？あなたのポーンさんが作ったんですね。各社さん、ポーンさん、ありがとうございます。だけど、あの、もう大丈夫だったんです。なくしていた自分のを見つけたから、伝えるのが遅れてごめんなさい。あ、そうなんだ。だから、それはあなたが使ってください。わざわざ私のために作ってくれた。そのお気持ちだけでとっても嬉しいです。この指輪、つけていると少し元気が出るんです。各社さんも身につけてみてくださいね。きっと似合うと思います。あの、そういえば各社さんはイリスと仲良しなんですか？私はとっても仲良しなんです。だから、私たちも仲良くできるかも。各社さん、これからもよろしくお願いします。はーい、以上ですか。うわ、またイリスさんにどこ行くんだ。うわ、行ったり来たりだなこれ。んじゃ、武器防具屋、ちょっとね、見に最近見てないんで。ここで買えるやつって弱いんですかね。やっぱりスタート地点で買えるやつってあまりいいっていうイメージないですけどね。で、先日何か装備をいただいたような気がするので、ちょっと見てみましょうか。いっぱいもらってる、なんか受け取る。で、タテさんだね。レベル8、目覚まし薬よりはこっちの方がいい。で、精度のインゴット、白紙のスクロールで、ドリームストーンかけらで回答か。ピッケル、回答カード、これだ。レベル8の銅ウェアと足アーマーか。どうしよっか。足アーマー、これってこと？あら、だいぶ
だいぶこういうことになっちゃうね。あれ？でも減っちゃうんだ、今の装備より。そっか、レベル8だもんね。そっかそっか。ってことは、あ、こっちは上がるんだ。おへそが見えるのと見えないの、でも9が10だから大した変わりないんですよね。じゃあ一方ウニちゃんは、これこそ全然変わんないね。こっちが変わんないとね。レベル5だから8にしといて、足、あ、デニムなんとかっていうのは履いてるからイメージがちょっと印象が違うんですね。おー、そっか、武器もレベル1じゃかわいそうだからちょっと見ていこうね。じゃあまずは武器屋からウニちゃんのやつを見ましょう。あら、ショップ、ナイフが2つ並んでるようなマークでいいんですよね、きっとね。レベル5、レベル11、今レベル9でしょ。あら、もったいないよね、あとレベル2アップで。うー、どうしたものか。まあ自分もやりたいから買っといて損はないですかね、レベル5とレベル11はまた今度にしよっか。なんかの時にご褒美にもらえる可能性もあるんですよね、きっとね。あら、でじゃあ自分の武器も見てみようか。プリスト用の杖でレベル17。え、今17もいってないよね。16、うわ全部ギリギリ。あら、いや、分かった、じゃあ17はもう買っとこ、買っといて損はないよね、きっとね。どこ行った、こっちで17。まあいいよ。え、11600だ。お金貯めてからにしよう。うん、これからちょっとね、自分のものより先にウニちゃんのもの買わなきゃいけないのに、自分で1万とか買ってたらね、かわいそうだから。でウニちゃんのやつがメインの服を、レベル6。あれ、これ持ってなかった、カッパーロリカ。もう一度ちゃんと確認してみようか。持ってないか。まずレベル1の上着てる時点でないよね。で、足ウェア、まずは銅アーマーと足ウェアレベル1なんで、これ買いましょうか。ちょっと覚えておこう。銅アーマー、足ウェア、銅アーマー、その前にレベル忘れたな。9、うわ、9か、またギリギリか。11になってからの方がいいんですかね、無駄遣いになっちゃうのかな。なんかほんとね、もったいないもったいないの人なんでね、僕ね。まあいっか。で、足アーマー、ん、足アーマーは、まあこれ、じゃあセットしてみますか。あ、足アーマーじゃないよ、足アーマーいいの持ってんじゃん。もう何やってんだよ、だからダメなんだよね、足ウェアじゃんね。ああこういうことやるんだよね、俺はね。これちょっとあれだな、足ウェアでレベル6ぐらい、じゃあ下から見てった方が早いね。足ウェア、ん、
レベル1しか置いてないテルの村とかになっちゃうんですかね。まあ、ちょっと上がったからお兄ちゃんいいかな。結局武器がレベル1からレベル5、あと上着だけか変わったのは。はい、まあなんかだんだん男っぽくなってきちゃったね。うん、これじゃないって言ってるよね本人もね。では初見の間行きますか。んどこだ道、こうか。どっち行ったら早いのか全然わかんないけど、真ん中行っ、まあ、いっか。ウニちゃんごめんね、なんかウニちゃんにフェイントかけてるみたいな感じになっちゃってるけど、これで遠回りじゃないこれ。なんかで食券の前、いきますか。これほど行ったり来たりさせられるとは思わなかった。また戻ります。じゃあでイリスさんに報告ですか。あいろいろありがとね、メイリーフは喜んでた。え、あの子もうリング持ってたんだ。ごめんごめん知らなかったよ。でもほらクラフトのいい経験になったでしょ。そういえばまたレオがあんたを探してたっけ。じゃあ私は調査に戻るからまたね。あ、やべ、なんか装備もらってるっぽいね。チュートリアル千とのちぎり、メインポーンは白龍との会話。千とのちぎりにより証を示すことで契約人数を増やすことができます。新たなポーンとの契約には次の2つが必要です。1、リムストーンのかけら10個、エリアマスター支援品、エリア試練クエストなどで獲得可能。2、メインポーン契約枠。はい、リムストーンのかけらを必要数10個入手し、メインポーン契約枠に空きがあれば新たなメインポーンを生み出すことができます。なお2人分の契約枠はすでに備わっています。あ、そっか、へえ。契約状況はポーン画面右下で確認しましょう。はい、んじゃレオさん、ずーっとこのミッション出なかったのにね。ああ、はい、紅の結晶推奨レベル10、イリスからより強い装備の入手法について学ぶ。白竜神殿連天から各社の戦術試練を学ぶ。レオの使い手としてグリッテントリデに向かい、各社バネッサに補給物資を届ける。受注。レオ、なあグリッテントリデまで一っ走りどうだ。届けてもらいたいものがあるんだ。砦の守備隊長バネッサは知ってるか。戦闘と鍛錬に明け暮れる彼女の生き方は俺たち各社の人生の一つの回答だ。言葉を交わせば何か得るものがあるだろう。だからこの仕事はお前に頼みたい。いや、これは命令だ。はーい、いいのかな。あとは受けれないのかな。よし、じゃあ行きますか。なんか今回の試練ミッション手強そうだね。はい、じゃあおっとセネカさんからまた新しい何かが。これもじゃあ受けよっか。クエスト情報、ブリア海岸以来浜を悩ます厄介者1、推奨レベル10、ブリア海岸の問題解決のためエリアマスターオニールと会い、海岸を悩ます問題に対処する。受ける。セネカ、そうでした、ワールドクエストに挑むことになった各社様にお願いしたいことがあるんです。白龍様がお眠りになってからというもの、レスタニア各地では様々な異変に生まれているんです。つい最近西のブリア海岸エリアマスターオニールさんから頼りになる各社様がいたら紹介してほしいって神殿に連絡があったんですよ。誰、喜んでる子は。はい、
各社様どうでしょう、ブリア海岸のローテス村に向かいオニールさんの要件を聞いてあげてもらえないでしょうか。海岸、どこだろう。はい、では他に何かありますか。何もなさそう。宿屋に現れたパートナーポーンとの暮らし。あとはこれ受けてるやつだね、紅の結晶。なさそう。はい、ちなみにね、この美容院でパートナーのポーンの性格、喋り方とか頻度とかその程度だったら無料で変えられます。まあ、重要な部分は有料なんていうの、黄金石必須になるとは思われます。あとは何も上がってきてないし、グリッテントリで攻防戦、これってだってあれでしょ、レベル全然足りないでしょ、しかも一人で行くもんじゃないでしょ。ミッションエントリーレベル20、グリッテントリ、トリで攻防戦、戦況苦戦だって。報酬、先行勲章、王老、大老、大きい狼みたいな感じ。グランドミッション、グリッテントリで攻防戦で戦い戦果を上げた者に贈られる勲章、高値で売却することができる。レッドクロム、玉鋼、玉鋼かのインゴット、玉鋼って刀使うときに使うやつだね。エントの枝、専用生地、レベル20推奨になったら、もしくはもうちょっとオーバーしたらちょっとやってみましょうかね。まあどういう状況かも分かってないで受ける、誰だ倒れてる、受けるわけにはいかないからね。では宿泊でちょっとなんかミッションクエストあるんで、そいつを受けてみましょっか。あ、こっちから来るのすげえ久しぶり。方向はこちらでよろしいかな、大丈夫かな。はい、ジュリアさん、ジュリアさん結構セクシー、ちょっと見てみようか。あ、だいぶセクシー、しかも可愛いすげえ可愛いぞジュリアさん。どうするどうするウニちゃんどうするって。あら、はい、パートナーポーンとの暮らし推奨レベル8、しもべのちぎりで手に入れたメインポーンとともに新たな休憩場所を宿泊のバートンの娘ジュリアより紹介してもらう。ジュチュ、こんにちは、バートンの娘のジュリアと言います。今後より良い各社ライフのために新たに用意したお部屋の紹介を父より受けたまわっています。わかんない、なんていうのこれ、漢字読めない。まずは2階にある各社の自室へご案内しますね、私についてきてください。はい。この娘を産んだ父親はどんだけだよ、ちょっと見てやろう。この父親からあの娘できないでしょう、絶対違う、君の娘じゃないちょっと言ってあげてって何が、ちょ、妹で言ってあげて、妹で指さす失礼だな、指さすなかったっけ。はい、指さし、お前の娘じゃない、よし行こう最低なやつ血がつながってない。あれ行こう、各社の自室。自分の部屋だねきっとね。おー、綺麗。これはこれでなかなか風情がありますぞ。あ、ジュリアさん、あら、では早速自室内で各社様のお世話をするパートナーポーンを決めましょうか。はい、この室内のリムストーンのメインポーンから世話をさせたいメインポーンを選択しましょう。
はい、その選択したメニュー内にあるパートナーポーの設定で決定できます。なおパートナーポーの設定は後からでも自由に変更できますよ。はい、実質のリムストーンからこれだね、パートナーポーンを選択する。メインポーン、あ、パートナーポーンね。はい、設定、設定 OK。 再度話す。パートナーポーンよりなんかね、ジュリアさんと一緒にこの生活したいよねいろんな意味でね。はい、じゃあジュリアさん、あら、さあ室内にパートナーポーンが待機するようになりましたよ。え、あ、ウニちゃん、あんなとこいた。パートナーポーンは室内でも各社様をサポートしてくれるんです。絆を深めるとさらに様々なサポートをしてくれるようになりますよ。パートナーポーンとの絆を深めるにはリムストーンのかけらが必要となります。早速ですが一度パートナーポーンに話しかけ、メニューよりプレゼントをあげるで渡してあげてみてください。そういえばリムストーンのかけらはお持ちですか。先ほどクラフトのチュートリアルの際に報酬として出ていたはずですが、すでに使ってしまった場合は各エリアマスターからの支給品としてもリムストーンのかけらを獲得できるので、お手すきの時にお持ちください。設定したパートナーポーンにプレゼントを渡す。プレゼントをウニちゃんに渡すんだって。余ってるウニちゃん、あ、超見てるウニちゃんウニちゃんあんまりアップで見ることないからね。ウニちゃんなんか化粧してるっぽい顔になったよ。こんな顔してたウニちゃん、もうちょっと地味な顔してなかったっけ。じゃあウニちゃん、はい、どこにご一緒しようだ、お役に立ってみせます。プレゼントあげる。ウニちゃん、マスター、実はより一層の鍛錬のためリムストーンのかけら2個が必要なのです。もしお持ちでしたら私にいただけないでしょうか。いいよ。お、ありがとうございます。必ずやいただいた分以上の働きをお見せします。はい、またジュリアさんに報告。あら、無事プレゼントをお渡しできたようですね。パートナーポーンと絆を深めるためにもこのお部屋は定期的に置いてください。パートナーポーンもきっと喜んでくれるはずです。あ、それと今度から私に話しかけていただくとアーチブメント達成で得られる背景や家具レシピの入手状況を確認できますよ。それではパートナーポーンとの素敵な日々をお過ごしください。あ、ありがとうございます。一層励む次第です。はい、チュートリアル各社の実質。各社の実質を入手しました。各社の実質ではメインポーンをパートナーポーンに設定することで一緒に住むことができます。パートナーポーンはリムストーンのメインポーンから設定することができます。またパートナーポーンはロストすることがありません。パートナーポーンとは一緒に冒険に出かけたりクラフトを依頼したり実質でご褒美をあげることで絆を深めることができます。絆を深めていけばパートナーポーンから特別なエモートや髪型などの提案があるかもしれません。はい、あ、自由に動き回るんだウニちゃん。なんか斬新。なんかやってたよね今ウニちゃんね。うっつって言ってたよね。あ、ここは飛べるんじゃない。これ各社の実質礎を開放、マイ拠点に登録しま、お、一応登録しときます。どれどれ、格納チェスト、通常、拡張、あ、なるほど、あ、そうね、うん、レベル1入れとく、拡張、ん、格納チェストか。あ、ダメだね、こっち側入れちゃうとなんかやり始めのレベルやり始めの時にね、必要なものが取れなくなってしまうではないか。こっちだね。アクセスできれば別なんですけどね、どっからでも。ん、なんかそういえば装備もらったな。ウニちゃんで見てみよっか。ここら辺もらったんじゃない。あれ、
あ、そっか、受け取ってない。これ足ウェアレベル8。あ、ちょうどいいじゃん、よかった。受け取る。お、リムストーンのかけらいっぱい。10個集めてもう一人作りますか、ウニちゃんの他にね。で、ペチミさんは何持ってる？レベル1かよ。まず自分じゃん、ヒーラーなんだからね。ヒーラーは弱いままじゃダメですからね。全然変わる。でも足が出なくなる。こっちの方がなんか可愛らしいんだけどな。しょうがないか、レベル1よりはいいよね。はい。でちょっとウニちゃん見直そっか。なんもないし。冒険のご準備でしょうか。うん、まあそんなところ。ん、なんかそういえばリングをウニちゃんにあげましょうか。じゃあね、あの返してもらったリング、そうそうそう、そよ風のリング、これあげます。どうした、ウニちゃん今驚いたよね。ちょっと話しかけてみよう。こういうゆったりした時間も良いものですね、マスター。話しかける、パーティー管理、自室の管理、プレゼントあげる、パートナーポーンの解除。あ、自室の管理、ベッド、窓、べ。あ、そっかそっかそっか、お菓子、ね、ハロウィンのお菓子交換しました、これ。あ、置いとこう、時期外れだけど。で、テーブル、サイクル、おいいね、これこれこれ。あー、もっといっぱい置けたのにな、交換できたのにな。やってなかったからしょうがないよね。ちょっと見に行ってみよっか。こういうのあるとやっぱ嬉しいですね。ここでよかったの置き場所、確実にこの台の扉開かないようにしてあるけど。外ちょっと見よっか。おー、すげえ、おっと、ウサギがいる。え、なんだろう、この草、もしかして画像リアルの写真貼り付けたかな。すげえリアルにできてるこの草。でここはお風呂、これが着替え場所か。お風呂入るのか。うん、もうペチミさんもう片足上げてお風呂入る気満々ですけどね。これ自動的に服脱ぐんですか、お風呂入ると。ちょっと入ってみよっか。あかん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 、それはあかんよ。あーあーあー、ペチミペチミさん、かぼちゃランタンがびっちょびちょ。うん、クールな顔して入ってるけどそれ違うよ。ボディーソープ的なのはないんだね。ウニちゃん座ってる。ちょっとウニちゃんの近くでなんかリアクションしたら何かやってくれる？テンション上げる。笑ってくれた？あ、乗ってる乗ってる乗ってるよ。あ、そういうのはありなんだね。でもあんまり乗ってくれなかったね、ちょっとしかね。お、面白い実質。ちょっとこれからイベントがあったらどん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 ね、飾り付けできるんでしょうか。ちょっとハロウィンはさすがにいかにもハロウィンって感じの飾り物が多いですよね。おー、これは、お、寝れる。はい、じゃあおやすみなさい。あ、なんかペチミさん髪綺麗ね、寝つけないみたい。もうちょっとなんかウニちゃんも生活感出してなんかそれらしい動きしてほしいな。まあいっか。じゃあまあこんな感じですね。はい、実質ゲットってことで。あ、これは楽しめそう。はい、ということで今日はじゃあここまでにしたいと思います。
寝てるんかい。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。僕の動画はケルチャンネル、ケルケルームチャンネル、ケルケルームゲームズチャンネル、そして任天堂ゲームメインとなるケルケルームゲームズ EX でご視聴いただけます。各動画チャンネルは動画解説欄にてご案内しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter も解説欄からどうぞ。